カーナンバー1番が太田選手です。そして次に呼ばれるのが5番の根村選手ですね。1番太田選手呼ばれます。2番目出走が5番の根村選手です。3番目出走が2番の前田選手、4番目出走が4番の久保安ですね。5番目出走がカーナンバー6番の河合選手です。6番目出走カーナンバー3番小倉選手ですので、呼ばれる順番は1番太田選手、5番ゆる選手、2番前田選手、4番久保安選手、6番河合選手、3番小倉選手の順で呼ばれますので、数字間違えないようにしてください。それではよろしいでしょうか。 MWB クラスですね。予選2回目です。スタート10秒前5秒前、それではスタートします。1番スタート、5番スタート、2番スタート、4番スタート、6番スタート、3番スタート。スタートしました。自分のゼッケン番号は変わりませんから、さあこのヒートでどうなるか。さあここもですね、皆さん少しでもワークタイム上げて、タイムをですね、順位を総合順位上げたいところですね。綺麗に電車スタートしておりますね。1台少し抜け出たのは1番スタート、太田選手ですね。今、放送席前、1番前を走っております。その次に、その後ろを走っているのは、さあ、ゆずる選手の走りですね。さて、まもなくね、まもなく1分経とうとしております。さあ、ここから改めて順位を確認しましょうか。前者ですね、4周目に突入してきますね。4周目に入ってきておりますが、さあここで1分経過しました。現在トップは太田選手。さあ太田選手のマシンは今ストレートエンド入ったところですね。高速決めですね、これが現在トップ太田選手。そして2番手のユニル選手は、これは高速決めに入った、白に青のタイヤパターンが入った、この時には2番手走るユニル選手でしょうか。で3番手来てるのは、どうだ、前田選手ですね。前田アナ3番手、今放送手前フロント黄色に、綺麗なグラデーションが入っていますね。このボディが前田アナ3番手。さあ4番手には河合選手。さあ河合選手は、今小林選手の後ろの、これが河合選手でしょうね。このボディが河合選手。さあそして、さあ6番手に小林選手となりますが、まだ2分ですね。さあ小林選手、順位を1本上げたいところですね。現在トップは太田選手、並び2番手に奥田選手、2.1 秒差。3番手には河合選手が上がってきたか。河合選手が下がるか。しかしながらですね、河合選手下がるか。おっと、大丈夫か。これは太田選手のマシンが、トップを走る太田選手のマシンが先頭。これは順位が入れ替わってきそうだ。どうなるか。順位が入れ替わってきた。トップ小倉選手、2番手ゆずる選手、3番手河合選手、4番手久保選手、5番手前田選手。さあトップを走っていた、太田選手ですが、転倒により6番手まで後退しました。しかしながらトップの小倉選手も先ほどクラッシュ、ちょっとマシンがおかしくなってしまった。これはトップに浮上したのは
さん、ビューズ選手のゲットトップ、2番手、岩井選手、3番手、川井選手、4番手、太田選手、5番手、前田選手、奥田選手のマシンは、クラッシュ、リタイアとなります。奥田選手、一瞬トップに立ったかと思いましたが、右セクション下りで、ゼブラを突っかけ、転倒で、リタイア、惜しくもリタイア。トップは水井選手ですけれども、太田選手が上がってきますね。一旦転倒しまして最後尾に落ちましたが、現在はトップに上がってきた水井選手との差 0.003 秒、 0.003 秒。さあ、これは面白い。残り時間30秒。さあ、太田選手が取るか、水井選手が取るか、このシーンでどうだ、このシーンでどうだ。2枚の差コンマ3秒、太田選手がちょっと広げた。水井選手、こんな3秒、3番手には川井選手、1.7秒、4番手、倉井選手、5番手、前田選手、さあ、残り時間が15秒。さあ、ここで太田選手はゴール、水井選手ゴール。電車ゴール。このヒート取ったのは一旦最後尾まで落ちましたが挽回しました。太田選手がトップを取ります。スタートとなりますので自分の絶対番号を覚えてくださいね。カーナンバー5番奥田選手、カーナンバー4番熊谷選手、カーナンバー2番山口選手、カーナンバー1番前田選手、カーナンバー3番小谷選手、カーナンバー6番中垣選手の順でスタートとなります。それではですね、4WD クラス第2ヒート、スタート10秒前、スタート10秒前、5秒前、それではスタートです。5番スタート、4番スタート、2番スタート、1番スタート、3番スタート、6番スタート。さあ、スタートしました。このタイムヒートです。さあ、ここはですね、かなり、暖房状態のところになっているんじゃないでしょうかね。ですから少しのミスで順位も大きく変わってくる可能性がある。こう中盤から中盤の、ちょっと下かな、嫌だなって言ったところぐらいのブレーキじゃないでしょうか。これはワンミスが大きく順位に変わってくるような。あーっと、奥田選手上段から転倒か。さあ、まずは1分経過、1分経過。さあ、ここで順位を確認していきましょう。現在トップは前田アナが現在トップですね。2番手山口選手 0.5 秒差、3番手中垣選手コンマ8秒差、4番手小谷選手 1.1 秒、そして5番手に、さあどうだ、4番手奥田選手が上がりましたね。そして、奥田選手しかしながら転倒で、やはり6番手です。4番手小谷選手、5番手木林選手、6番手奥田選手です。さあ、序盤転倒してしまった奥田選手が順位を大きく落としておりますが、さあ、まだ序盤ですからなんとか挽回のチャンスはあるかと思いますが、さあどうだ。さあ、2分経過、2分経過、残り3分、残り3分。さあ、トップは前田アナですね。前田アナは今のストレート、コントロールライン通過、黄色と青と、グラデーションカラーですね、穏やかなカラーリング。現在トップの前田アナ、2番手には山口選手が、さあ、
ますが、さあ山口選手を抜いて2番手に上がってきたのは先頭下が奥田選手が上がってきた。おーっと大丈夫か。奥田選手ペースは結構速いですね。もう2番手まで上がってきていますが、ベストラップも見ましょうか。ベストラップ現在トップはトップの前田選手15秒41、2番手山口選手15秒49、さあ3番手奥田選手15秒12、4番手木林選手15秒6、5番手に中垣選手15秒7、そして6番手に小谷選手は15秒4ですね。さあここあたりでベストラップ走っておりますが、さあトップは前田がじりじり逃げますね。2番手の山口選手と2秒差空いてきました。さらに3番手奥田選手は 2.5 秒で追いかける展開。そして前を空いてますね。結構空いてますから前田が、さあこのままトップをキープで走りやすい感じではないでしょうか。現在結果は前田2番手に奥田選手 2.3 秒差、3番手山口選手 2.5 秒差、4番手中垣選手 3.9 秒、5番手木林選手が 4.3 秒、6番手小谷選手が約9秒差ですね。さあ残り時間1分となってきました。トップの前田綾と2番手奥田選手との差が 1.4 秒となってきて、残り時間45秒だ。さあ前田が 1.4 秒差、45秒間守りきれるか、奥田選手は決めきれるか。さあ2台の前は結構空いておりますね。空いておりますから大きなミスをしないと決断にはラップタイムが詰まってこないが、今週どうだ、突破争い1.1秒差トップ前田選手2番手奥田選手1.1秒差しかし、おっと大丈夫か、ここだ、奥田選手、ここだ、まいったね。カーナンバー5番、ゆずる選手。カーナンバー6番、河合選手。カーナンバー4番、木林選手。カーナンバー2番、前田選手。カーナンバー3番、奥田選手の順で、出走です。それではですね、予選3回目です。第2シート、スタート10秒前。スタート10秒前。5秒前。それではスタートします。1番スタート、5番スタート、6番スタート、4番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、ベストグループを行って、ここはラストチャンスです。ラップタイムを上げれるのか、先ほどのタイムより何か上回るタイムを出したいところ、電車とも。さあトップは大川選手ですね。そして2番手にゆずる選手がつけて、コンマ3秒差。3番手奥田選手、コンマ8秒。4番手前田選手、コンマ8秒。5番手川井選手が1秒。6番手木林選手。さあ、木林選手が前の車と 2.5 秒ですね。さあ、ここ、まだ序盤です。1分始まったところです。残り時間4分始まったところ。
選手は前が踏みの状態で走りやすいと言っております。現在トップですね。2番手の奥田選手が追いかけます。あ、ゆる選手ですね。2番手のゆる選手の前は結構空いてますから走りやすいところでしょうか。おっと、ちょっと前田アナが順位を一歩落として6番手に交代。さあ、どうだ。あ、大丈夫です。大丈夫、5番手ですね。一緒にあります。大丈夫。6番手、小林選手。5番手、前田選手ですね。4番手、今、奥田選手。奥田選手は現在トップ。また飛んじゃう。2番手の奥田選手1秒差、3番手に水選手が 2.2 秒、4番手小林選手が 2.9 秒、5番手の綾菜選手が 4.5 秒、6番手の木林選手です。さあ、残り時間が3分経過で残り時間2分。さあ、奥田選手はこのヒートトップゴール取りたいところですが、さあ、奥田選手との差がどうなるか。さあ 1.6 秒、奥田選手 1.6 秒リードですね。2番手太田選手との差 1.6 秒、3番手に水選手が 3.1 秒、ちょっとここも空いてきました。4番手川井選手が来ておりますね。さあ、川井選手もあーっと先に出た。あー、トまたや、またや、またもや。この思い休みの間、5分間ミスなく走る練習をして、昨日まで収録したかと思いましたが、レースになってこけつけられるでしょうか。さあ、残り時間1分で転倒してしまった奥田選手はトップを走っておりましたが、現在は何番だ。3番手のレポーターに、3番手奥田選手、2番手ユニー選手、3番手奥田選手、4番手小林選手、5番手前田選手、6番手木林選手。残り時間50秒。さあ、やはりここ一番なんとかミスなくいきたいところでしたが、しかしながら、さあ、どうだ。残り時間が20秒、ラスト、あと1周、2周はちょっとどうかな、入ればいいですが。さあ、まもなく5分になろうとしております。さあ、これで5分というか、5分というか、太田選手ゴール、ゆずり選手ゴール、川井選手ゴール、奥田選手ゴール、今井選手、前者ゴール、前田選手ゴール、前者ゴールで、トップは太田選手、そして、2番手で最後上がってきた奥田選手が2番手です。カーナンバー1番山口選手、2番小林選手、3番前田選手、ああ、すみません、もう一回です。ですよね。すみません、カーナンバー2番山口選手、4番木林選手、1番前田選手、6番中垣選手、3番小谷選手、5番奥田選手ですね。この順で呼ばれますから、皆さん自分の番号呼ばれます、ね、違う気もするけど、まあ、それではですね、まあいいか、ゆっくりとね、予選3回目スタート10秒前、スタート10秒前、それではスタートします。2番、4番、1番、6番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番、23番、24番、25番、26番、27番、28番、29番、30番、31番、32番、33番、34番、35番、36番、37番、38番、39番、40番、41番、42番、43番、44番、45番、46番、47番、48番、49番、50番、51番、52番、53番、54番、55番、56番、57番、58番、59番、60番、61番、62番、63番、64番、65番、66番、67番、68番、69番、70番、81番、82番、83番、84番、85番、86番、87番、88番、89番、90番、91番、92番、93番、94番、95番、96番、97番、98番、99番、100番、101番、102番、103番、104番、105番、106番、107番、108番、109番、110番、111番、112番、113番、114番、115番、116番、117番、118番、119番、120番、121番、122番、123番、124番、125番、126番、127番、128番、129番、130番、131番、132番、134番、135番、136番、137番、138番、139番、140番、141番、
さあ、スタートしました。このヒートですね、どうなるのか。まずはですね、今日いつもの掛け癖を発生しております奥田選手です。さあ、先ほども前田選手とトップ争いをしておりましたが、ラストラップで、2台ともですね、ゴールできずに痛恨の、タイムを落としております。さあ、今度はなんとか挽回したいところですね。あれ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 。ボケ始めました。ということはまだあるのかな。これ2回も。2回も。さあ、まずここでトップグループ見ていきましょうか。現在トップは熊谷選手です。2番手山口選手です。2番手奥田選手、山口選手ですね。そして3番手奥田選手、4番手熊谷選手、5番手山口選手、6番手山口選手。おっと、転倒したのは山口選手だ。さあ、トップ争いしてた山口選手は転倒で、順位がどう変わってくるか。熊谷選手がトップ、2番手に浮上しているわ。おっと、ここで奥田選手が一気に上がってきた。トップ、2番手木林選手、3番手前田選手、4番手小谷選手、5番手山口選手、6番手中垣選手となります。さあ、時間は2分を経過して3分、残り3分。若くなった。さあ、一度こけた奥田選手ですが、どうだ、なんとかこのまま完走してもらいたいが。さあ、山口選手の後ろにトップの奥田選手がいました。おっと、危ない、前田選手と体が大丈夫か。また泥試合が始まった。さあ、トップの倉選手、2番手倉安選手。さあ、倉安選手は今ストレートのコントロールライン通過しました。さあ、現在順位を改めましょう。トップは奥田選手、2番手木林選手、1.3 秒差。3番手には小谷選手が上がって、4番手には前田選手、5番手山口選手、6番手中垣選手の順です。さあ、レースは終盤3分過ぎたあたりですね。さあ、終盤に、あー、選手が転倒だ。なんでやねん、さあ、焦り過ぎてしまったか、乗ってしまった。さあ、ここで順位がどうなるか。後で押し置きや、もう押し置きや、もう。さあ、山口選手は順位を6番手まで落としました。さあ、ここで改めると、残り時間1分20秒を切ってきて、トップは奥田選手、2番手木林選手1秒差、3番手には小谷選手7秒差、4番手には前田選手、5番手中垣選手、6番手山口選手の順です。残り時間1分、残り時間1分。わー、危ね。これは面白いことになってきたか。トップ争いが、残りが35秒でトップ争いが、こんなに秒差になってきた。そうかそうかなとは思うんだけど。さあ、予選が終わりまして、皆さんこの決勝グリッドの、まあ、予選総合順位を気になって見てるわけなんですが、私 FWD の方は、19位ということで、あらあら。C の真ん中スタートですか。で、4区の方も同じく C の真ん中ですね。ということで安定の C メインということになりましたので、頑張っていきたいと思います。